恋愛に対することで、はい、やっぱ参考にさせていただいたというか、でも心理学も好きっていうのがあるんですけど、うん、それでまあ読みやすいんで本が。ありがとうございます。でそれで参考にさせてもらって、あの大悟さんの言葉をあたかも自分のことのように話してました。あ、それすごい重要ですよ。あ、本当ですか。すごい重要です。本当ですか。そうした方が記憶に残りやすいって研究とかもあるんで、教えるつもり勉強法って言って、教えるつもりで、はい、説明する人を思い浮かべながら本を読むと頭に入る率が全然変わるんで。そうなんですか。これを誰かに説明しよう。僕の場合もそのデータがどんどん出てくるのは、その YouTube とか日本語動画とかで、はい、その話すことを前提に読むと、はい、やっぱ頭に全然残るんですよね。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。